お疲れ様です。工藤です。今回は私が最近使っている手帳モレスキンのポケットサイズを使っているんですけれど、そちらがそろそろ終わりそうなので新しい手帳に引き継いでいくっていうのをお見せしていこうかなっていう感じの動画です。よかったら最後まで、BGM 感覚でお楽しみいただけますと嬉しいです。というわけでやっていきます。はい、最近使っている手帳も何度もね見てご存知の方はご存知だとは思うんですけど、最近はこちらの、ペンファイブクラフトっていう、クラフト作家さんが作った手帳レザーカバー、ノートレザーカバーか、はい、ノートレザーカバーに入れて持ち運びをしています。で、中身はまあさらっていくんですけど、こんな感じで開いたら、M6 用のノックスさんが出しているバンドがついているリフターをこう挟んでおいて、でこの中に、モレスキン、今ちょっとここにモレスキンって書いてるんですけど、そうこれが、こちらダイアログノートブックさんが出しているノートとトラベラーズノートの、パスポートサイズのゴムバンド、これ結束バンドなんですけど、見えるかな、ちょっと待ってね、こんな感じ、はい、これを、ここ一番最初のページと一番後ろのページをこうガチャンコして合わせてるって感じですね。で、ダイアログノートブックのこの中は、前の動画、何個か前の動画で出したようにトラベラーズノート、パスポートサイズのダイアリーをこんな感じで一回バラして組み込んでいます。はい、で、この2冊がこの手前部分、左側ですね、左側の方にこんな感じで、ちょっとね待ってね、抜くよ、よいしょよいしょよいしょ、はいはいはい、よいしょと、はいはい、こんな感じで合わさったやつがこの前の方に左側に刺してて、でもう一つこっちダイアログノートブックさんのもう一冊がこっちの右側の方ですね、右側の方にこんな感じであるんですけど刺して使っています。で、これはダイアログノートブックさんの表紙っていうのはちょっと柔らかめなので、こうぐにゃってならないように、入れるときに力ちょっとでも入れたらね、こうパコってね曲がらないように、同じくダイアログノートブックスのところで購入した下敷き、ポケットサイズ用の下敷きですね、はい、こちらをこんな感じで重ねて入れています。もともとはこれ使って、そのモレスキンのポケットサイズともこうぴったりなので、てかダイアログノートブックっていうのがポケットサイズにぴったりなんですよ。なのでこれとこんな感じで相性よくね使えるからっていうので最初試しに購入してみたんですけど、まあ実際使ってみないとわからないですよね、書き心地がね。私は下敷きがモレスキンに至ってはない方がいいなと思って、ほぼ日はね使ってるんですよ。でもほぼ日はなんてだろうね、紙が薄いからっていうのと、あと万年筆で書いてるからとか、そういういろんなそのこっちで使ってる状況と違うっていうのがあるので、まあ、比較ができないんですけど、モレスキンでこのユニさんが出しているシグノっていうやつですね、はい、これ 0.28 だったかな、はい、0.28、 そう 0.28 のブラウンで、各分に、関してはモレスキンとこれの組み合わせで、かつ下敷きはちょっと私はいらないかなと思ったので、こんな感じで今はなんだろう、へしゃげないようにサポートしてくださっているっていう役割を持って、そんな感じで働いてもらっています。で、モレスキン今日は買えるっていうんですけど、これはね前回ぐらいだったかな、まあ多分前回ぐらいだと思うんですけど、こんな感じで、まずこんな感じでね、まあ12月の途中だったかな、12月初めか、もう、うん、ほぼ初め、12月の2日からって書いてるんですけど、12月2日から1月の31までとりあえず書いてる、嘘です、2月の2日までは書いてますね、そう2月の2日までは書いてるんですよ、こっちに。っていうのもその、まあ、まず計算としては私の使い方だとしたらこんな感じで、左側に何かフリーのもの、まあ、私は日めくりをこうペッて貼ってるんですけど、貼って、で右側、基本右側しか使ってなかったんですよ最初、これも後付けだったんで、右側にその日やることとかだったり、なんか買い物せんといかんのやったら買い物メモとかだったり、まあ、何でもいいんですけど、さっきその日やらないといけないもの、やりたいことみたいなのをガーって書くっていうので、
右側フリーで使ってたんですね。で今はこんな感じでなんか日めくりをこう貼ってる状態なので、言ったら1日1目開き使ってる状態なんですけど、この枚数的モレスキンのこのポケットサイズの枚数的に言ったら3ヶ月はギリ持つかな。1ヶ月が31日が、3ヶ月連続で続いたら危ういんですけど、幸いなことにそういう月はない、月っていうか連月重なる月っていうのはないので、大体30、31、31とか30、30、31とか2月だったらね、今年ウルード市だったとしても29までなので、まあ、そんな感じで3ヶ月ギリ私の使い方だったら持つはずだったんですけど、試行錯誤を重ねていた期間っていうのもあって、言ったらねその見開き、1日1見開きだけじゃなくって、こんな感じで例えばこれはこの右側に書いてるのは12月25日から12月31日までっていうその1週間月曜日から日曜日までのことで、なおかつその1週間の間に達成できなかったタスクをガッと書いて、で週末にまとめてやるみたいなことを撮っているページがあったんですよ。そうなると1週間7見開きプラス1見開き、その総まとめみたいな、だから1週間で8見開き使っちゃうことになって、そうなるとまあ加算でいくから、3ヶ月はとても使えないっていうのが、まあ、よくよくね考えたら分かることなんですけど、後から発見して、で、今はですね、だからその、まあ、2月まで12月2日から2月の29まで使うっていうのは不確定っていうのは分かってたんですけど、じゃあこれどうしようかみたいな、とはいえ結構残ってるんですよ。1ヶ月分とは言わずともう数十ページぐらいは残ってて、でモレスキンって高いじゃないですか。お高いでしょ。お高いからなんかこうね、あんまり言っちゃいけないけど、ヨルバーンみたいに、まあ数ページ余ってても次行こうみたいな感じでこう気楽に行けない存在なんですよ、まだまだ私の中で。だしロールバーンは最悪リングノートだから、余ったページもこう保管しておいて後で補強することできるじゃないですか、他のロールバーンに。やっぱ糸閉じってそこ弱いなと思って、なのでその余ったページ分使い切るかどうするかみたいなのをちょっと考えている間に、もう日付が過ぎてたからとりあえず今使ってるんですよね。で今こっち左側にあるやつ、この2つをちょっと見てからこのまま、最初にね引き継ぎするって言ったくせに、もしかしたらモレスキンこのまま続行するかもしれないし、いやいやって考えてもう割り切って次のに行くかもしれないんですけど、ちょっとポケットサイズ他にも一応あるからそれ比べてみようかなっていうのも兼ねて、今日はね、はい、次どうするのっていうのを決めてきたいと思っています。でポケットサイズこれにハマってからすごい探してるんですけど、もうねないね、ほとんどないポケットサイズ、そうね、トラベラーズノートのパスポートサイズとか、あそこら辺の、なんだろうな、同じようなサイズ感のノートっていうのはいっぱい出てるのに、ポケットサイズってなるといきなりねなくなって、で私もこの2つは見つけたっていうか、同じようにポケットサイズ難民の方が紹介してたのを買ってみて、で実際見てみるんですけど、まずこっちロディアですね。ロディアのポケットサイズ、ちょっと光が反射怖いので外しましょうかね。はい、こちらがロディアのポケットサイズなんですけれど、上から見たらね分かるように結構ねハードなんですよ、カバーが。そうで、ページ数がどっかに書いてた、そう192ページだから、モレスキンのポケットサイズと確か一緒だったはずなんですよね。だから言ったらモレスキン使うかロディア使うかみたいな感じになるんじゃないかっていう、なんだろうな、対抗馬じゃないけど、そうね、サイズ的にもちょっとだけはみ出るんですけど、まあ、そんなに気にならない。ただこのノートカバーに挟めるかどうかっていうのも一応確かめないといけないよねと思ったので、ちょっと確かめてみますね。で、ゴムがあります。でロディアの
このロゴが入ったやつが真正面に来てて、で挟めるのこれ、お待って、おなんかしおりがあるんですけど、なんかちょっとしたメッセージ書いてるのかなと思ったけどそうでもなかった。そうですね、しおりが一つついてて、紙は、罫線選びました。今回も、まあ、あの罫線でとりあえず統一しようと思ったはずで選んだはずで、これはですね、あなんか違う、待ってね、モレスキンが、いやそうでもないか、罫線の幅は同じくらいで、ちょっとね光で飛んじゃってるので見にくいと思うんですけど、同じくらいで、で色味がこっちの方が若干ねオレンジがかってるんですね。ロールバーンのクリーム色まではいかないけど、こっちよりは黄みがかってる感じがします、モレスキンよりは。でハードカバーで、で後ろに若干ポケットがある、こんな感じで。やっぱどこもそのなんか似たような形になるのかな、わからないけど。でこの中に、あ待ってちょっと怖いぞこれ、なんか怪しいぞ、この奥にハサメ、あー無理君、ちょっと待って無理、あそう、あそう来る、ハードカバーになると一気に無理か、ちょっと待ってね、えじゃあ手前、こっち、こっちよね、こっちじゃないと挟めないよね。そうあのモレスキンは、ちょっと一回出しますよ、モレスキンはあのね聞いて、モレスキンはこっちの奥の方に挟んでたんですよ、表紙をガッと。であのこっちの手前の方、こっちの奥よりは手前のこっちに、このバンド付きのリフターとあのインデックスをこうやってね入れてたんですけど、これ入らないんだったらさ、こうやって手前にさ持ってくしかないよね。手前に持ってったとして、でこのゴムはあのこう収納するとして、うわダボついてるね、あそうダボつきますか、あダボついてるね、あーなるほど、ハードカバーのその厚みの分だけやっぱゴムがゆるゆるになっちゃうんだ、はーひえひえ、ちょっと待って、じゃあちょっと待って、まあマストしてみよう、あーダメだこれ嘘、あそう、あらちょっとね悲しいですねこれは。あのねロディアね、そう私が見た限りこのハードカバーサイズしかないと思うんですけど、これね無理、ここにさせない、いやあのワンチャンねこれらを全部抜けてで手前にやったとして、で、まあ、こっち止めるの一旦諦めてこうしたとしたらまあいけるんですよ、でも一冊だけなんですよ、あそう、でもそうなると雑記系とかどうすんのってなって、あらダイアリーは挟めるか、待ってダイアリーは最悪挟める、いやでもそこまでこのロディアに妥協する必要があるのか、果たして買ったからもったいないっていうのはあるけどさ、あるんだけどさ、あーダボつきますね、あなたどうしたの、そんなにダボつく、あーそう、知らないわ、知らない世界がいっぱいだわ、これで使いたいって方針ならちょっとこれちょん切る可能性は十分あるんですけど、まだそっち系に行くとは限らないので、まずダボつきます、これもこうやって閉じてね、はい、こうやってこうないないした状態でこうやって、でゴムバンドをやったとしても、いや不格好、いやこれは嫌、私が嫌、ちょっとロディアさんごめんなさい、一旦ちょっとね引いてもらっていいですか、いやページ数がさそのモレスキンさんとさご一緒っていう点ですごくいいなと思ったし、お値段もね確かね
1600いくらだったと思うんですよ、ロディアの方が。もう一つあるんですけど、こっちと比べても。だからね、もしあのモレスキンさんの代わりになるんでしたらぜひともと思ったんですけど、ちょっとカバーがね厚い厚い。え、じゃあこっち、こちらはですね、あのロイヒトトゥールムさん、ロイヒトトゥールム、はい、のポケットサイズなんですけど、こちらはね何ページかな、123でいいのかな、ここに書いてるんですけど、あ、ちょっとこれもあの光があれなので外しますね。はい、こんな感じなんですけど、ロイヒトトゥールム、毎回ロイヒトトゥーヒルムって言いそうになるんですけど、ロイヒトトゥールム。お、なんかいっぱいある、なんかいっぱいある、紙がいっぱいあるぞ、わわ。お、これはまたあの素材になりそうなものが多いですな。ほうほう、これはサイズが書かれてますね。なんか A4 プラス、 A4 プラス、 B5、 A5、 B6 プラス、 A6、 A7 で、これは A6 でポケットって書いてますね。はい、まあそういった説明書がついてるんですけれども、一旦ね、はいはいはい。でこれもここ外しちゃって、結構分厚いね、ダンケ。はい、で、うん、紙の厚さ、表紙の紙の厚さは、モレスキンのソフトタイプにそっくりな感じはします。だから、あ、待って、裏にも何かあった、いっぱいあるね。シールかな、これは。あー、なんかシールですね、使わないと思うけど。で、これも同じようにポケットがありつつ、こっちは白なんだ、で、ケース線あって、あ、はいはいはい、こっちはね、上の方になんかあのデータとか書いてますね。だから日付書くぞみたいな感じでね、幅を取ってくれてるんですけど、わ、光飛んでる、ごめんね。で、なので、で、色味はモレスキンより、まあね、照明の関係もあるけどね、こっちは、あ、同じくらいかな、なんとなく同じような気はします。はい、なんとなくです、本当に。で、ただね、サイズが若干、伝わるかな、え、もう無理じゃんこれ絶対ちょっと待って、ちょっと待って、いやもう、え、待ちかく、ま、待ちじゃない、負け確定じゃん。ちょっと待って、こんなに突き出す、こんなに突き出す、聞いてないよ、え、びっくりしちゃった、本当にごめんなさいね、うるさいねえ、代わりいないじゃん、そしたらさ、やるけど見出しましたけど、まあ、こんな感じでポケットサイズとは言いつつ、モレスキンの、ポケットサイズよりは幾分か頭が飛び出てるっていう、そんな感じの、サイズ感でございますね。あー、ダメだ、びっくりすぎてね、ちょっと待てなかった、無理無理無理。で、あ、ね、お、おしゃれ、しおりおしゃれですよ。ちょっとね、あ、伝わらないかな、なんかね、縞模様になってるんですよ、ボーダーって言った方がいいかな、ボーダーっぽくなってて、でこっちはあの黒単色ですね、なんですけど、さあ、あの入るかどうかね、やってみましょうかね。うんだよね、後ろは絶対そうだと思った。じゃあこっち、いやー出るね、ちょっとね、出るよ。あ、そう、カバーお呼びじゃないってか、もう単体で使えってか、そういうことか、そういうことか。君らいくらしたと思う、言わないけどさ、いくらしたと思う、もう、そっか、はい、分かったよ、分かったよ。じゃあ結論いきますね。モレスキンのソフトタイプ、ソフトタイプじゃ合ってるけど、ソフトタイプのポケットサイズ、こちらをカバー入れて使ってるんですよね、普段、はい、使ってます。で、そろそろ終わりそうだと思ったので、同じポケットサイズと言われているこちらの
ロイヒトトゥールムと、ロディアのノートポケットサイズ両方買ってみました。でこの2つは果たしてこのカバーを使う際に代用品となるかどうかっていう点なんですけど、結論として言えばしんどい、しんどいか、そう、おとなしくモレスキン買っときゃよかった。買えるよね、この2冊買うんだったら買えるよね、1冊は絶対。うわーそっか。ちょっとね、いや悔しいっていうより悲しい。いやどっちかは行くやろうってね勝手にね思ってたからこそね悔しい。だけどあのなんだろう、今回はその縛りプレイあるからなんですよ。このカバー使いたいっていうのがあるから、こんなこと言ってますけど、ポケットサイズのサイズ感としては、あごめんね今かさ増ししちゃってますけど、こんな感じで外そうか、かさ増し分外そうね、はいはいはい、よいしょ、こんな感じで、左からモレスキン、ロディア、ロイヒトトゥールムで、高さはねどうやったらわかるかな、高さはどうやってもわからないけど、まああのそうちょっとね若干ね、よいしょどうだ、はい、若干、ロイヒトトゥールムの方が上で、その次ロディア、ロディアね、そうソフトカバーがあったらねまた話変わってたかもしれないんですけど、多分ハードしかないですよね。あのもしいやソフトあるよ普通にって言う方いらっしゃるようでしたら教えてください。あのちょっともう一回ダメ元で検証してみます。であともしくはこの2つ以外にも、いやあのモレスキンの代わりになりそうなやつあるよっていうのをご存知でしたら教えてください。本当にねポケットサイズってねない、あのダイアログノートぐらいしかね今ねない。いやモレスキンのポケットサイズ難民の人ってこんなんなの、この苦行を乗り越えて今あるの、いやすごいな、愛すごいな、もうあのずっとモレスキン推しですっていうことじゃん、すげえっていう感じでね、うだうだ言いましたけど、まあまあこういうこともありますよね、仕方ないですよね、あの人生なんでね仕方ないですよね。あのこれを糧にまた、一つ賢くなってまた次別のこうなんでしょう、新しいものを探したりとか、次はじゃあモレスキン買おうとか、もうモレスキンしか買わないとか、そういうふうにね、考えていこうと思ったりしております。何言ってるかちょっとわからないですね、混乱してます。この動画がねちょっとでも良かったよっていう方いらっしゃったら、チャンネル登録と高評価、あと最近サードチャンネルっていうのを立ち上げました。今撮影してるの2月3日節分の日ですね、はい、ちょうどその前日に、やんちゃなお二人、やんちゃな、ダンディーなあのすごいセクシーなお二人、カリスマ文房具 YouTuber のお二人が、私のために立ち上げてくれたサードチャンネルがありますので、そちらの方でもちょっとずつですけど、無理せず更新していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録していただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。あとあのハッシュタグイマルミンというのがございますので、そちらの方も使って YouTube 間違えた Twitter とか Instagram とか、そういったところで投稿していただいたり、あとこう交流とかしてくださると嬉しいです。サブスクリプション関係については概要欄の方にございますので、そちらもご覧いただけますと嬉しいです。はあ、そっか。ちょっとね、こんなにね、撃沈、いやどっちか本当にね、いけると思ってた。で、なんだろう、もうフォルムはかっこいいんですけど、2つとも。このサイズ合わない、このカバーに合わないってなっただけで、一気にこのテンションの下がり具合になる自分に引いてる。まあ何かで使うか、もしくはオフ会かどっかでお配りしようかな、ちょっとまあ検討します、はい、という感じで最後までお付き合いくださった方ありがとうございました。またあの次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた。